KO 負け経験があるんで、やっぱ一発が当てられるとやばいんでディフェンスにも強化してます。強化してるところ僕も映るんですか強化してるところは、まあ、ピンチのシーンをどれだけ減らすかを僕は課題にしてるんで、やっぱり距離ですね。格段の距離でどれだけしっかりボクシングできるかっていう部分を。はい、金沢ジムの角谷です。4月28日、久田選手、チャンピオンに必ず勝って僕がチャンピオンになります。